From the bar train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. いいです。今日はですね、3次元のグラフを書くってところですね。こちらの式を見てください。F の x0、x1、イコールですね、2かける x0 の次乗、足す x1 の次乗、そして exp ですね。これは指数関数と呼ばれるものです。これで、マイナス20、x 次乗、x1 の次乗といったところでですね、こういったのをですね、プログラミングで書くこういうふうになります。こちらの関数でこれを表すことができます。ちなみにですね、こちらの指数関数はこういうふうにも書き直すことができますね。マイナス、以上プラス、こういうふうにも書き直すことができます。で、これをですね、グラフで表すとどういうふうにすればいいかというところなんですが、こちらですね。まずこれを作ってあげて、その後にですね、この xn という変数に q を入れまして、こちらにね、インシャープを使うと。そうすることによって、マイナス2から2の間で9個のアレを作れると。で、これ同じですね。x1 も同じように作ります。で、それをそれ、構文を2回使ってですね、ここに、y に、リストを入れるんですね。i1 と、i0 のリストを入れるんですけど、これが面白いですね。f の3、つまりここで使ったこの関数を呼び出して、ここの、0に、x0 に、i0、そして x1 に i1 を入れるんですよ。すると、これがそれぞれ入りますね。すると、これがそれぞれ、計算されて、これ y に入ると。で、これが、y をですね、プリントするとどうなるかってこうなります。ぐちゃぐちゃですね。といったところで、こちらね、ナンプアイラウンドを使うことによって、小数点、1で四捨五入することで、このような数字になります。これをですね、この、フィギュア図にすることもできますね。でこの図は、数値を入れる、表現する、P カラー。ね、P カラーって言われるものがあるみたいです。これいろんな色に変えられるんで、ちょっと遊んでみました。こちらですね、P カラーの、カラーバーじゃなくてね、ピットグレイってやつを、ピットジェットにしたり、ピットピンクにしたりしてね、こういうふうに色を変えたことができました。で、その次にですね、この Y の値を、まあ、3次元で、ちょっとね、プロッティングしてみたいということで、ね、関数の表面の面を、あとサーフェスっていうのがあるみたいです。このサーフェスというので3次元の立体的なグラフで表現する方法なんですが、まあ、こちらのね、ソースコードを使うことによって、使えます、簡単に。で、インポートしたやつで。で、これもいろんな使い方あるみたいで、ここを変えるだけでですね、その角度が調整できたり、ここを変えるだけで色が調整できたりということで、こういう風になってますね。まあ、ちょっと逆に見にくくなっちゃってます。これももっと見にくくなっちゃってますね。まあ、これですごいわかりやすいんですが、今回のこの関数ですね、y の値はこのように3次元でプロットすると、ちょっと真ん中のところがへこんでいて、その後にちょっとボーッと出てくるみたいな。指数関数を使うことによって3次元で表現すると、このようにね、1から、マイナス2から2の間の、値を、使ってですね、等間隔に並べて使うことによって、こういった形のね、3次元プロット。これを3次元で表すと、さっきみたいなこうコーンとなって、真ん中が0に近くて、外側にあればなるほど、まあちょっと値が出てて、周りは何もないみたいなグラフが今回できたみたいです。で、これだけだと僕も、指数関数がちょっと思い出せないんで、全然、なんとなくですね、なおすげえなって教科書上やってみただけなんですけどね。で、これちなみにこの大きさですね、等高線っていう形ですね。これ読み方あるかわかんないんですが、まあこういったところでですね、関数の高さを定量的にしのようにこういうのを使えるみたいです。で、これで僕ふざけました。このソースコードをですね、ちょっとここフィギュアサイズ40、40にしてみたり、で、あとグリーンにしてみたりね。まあなんということでしょう。超見にくいですね。ふざけました。単純に。これただでっかくしただけですね。ここまででかいと見にくいです。はい。
そしてですね、次に、デフですね。デフで、ちょっとこれもね、大元、ちょっとまたね、ふざけてみました。で、今回ね、このデフを、変えることによって、最初に表したこの式の、ここですね、この、なんか EXP のところをちょっと思い出せないんで、ここを省いてやりました。省いてね、ただこれだけの、関数だったらどうなの次元にね、やってみました。だからここが、まあ、事情と事情で、それに対して、ね、200で、マイナス200から200の間で、9個じゃなくて10個作れという意味で、こう作らせるんです。で、こっちは0から2ってところですね。でそれを単純に、X0 を事情したやつにと、X1 を事情したやつで、これをね、こういうふうにね、それぞれ同じように F4 っていうのを利用して、こんな感じでですね、小数代、第4に四捨五入にして、表示させると、カラバーはこんな感じですね。まあ、なんていうか、こんな感じになって、3D でプロットするとですね、0を起点にこのようにですね、200から200の間ですごい高さが出るようなグラフを作ることができました。ここでね、同じように、等高線出したら、もうわけがわかんない状態ですね。まあ、関数の大きさ、大きいところで言うと、すごい大きいですね。すごい大きい値になっています。なんとなく、それがこの等高線で見えていますね。で、次にですね、これ EXP をちょっと使っててですね、X の0を、EXP でかけてみます。でそれを、関数化して同じようにですね、使ってみたところ、なんかこんな感じの面白いグラフができましたっていうところで、Python である程度慣れてくるとこういうふうにですね、いろんなことやって遊ぶこともできますが、ちょっとね、数学の知識って言ったところで私自身やっぱ足りてないなっていうところで、この EXP はそもそも何なのかっていうところで、ネイピアスと呼ばれるものです。これ、動画の詳細欄に貼っていくんですが、なんか対数を習ったときにそんな概念を、学んだ覚えあるなんて確かそうなんですね。これ数で言うと 2.7177 っていう、演習率みたいな感じで無理数と言われるものでですね、これすごい分かりやすいんですが 2PS はですねこういった式で表されるみたいなんですね。でこの、1たす n 分の1の n 乗ってやるときにこの n がの数がバーって増えれば増えるほどですねどんどん、2から2.714 とかで、どんどん大きくなっていくんです。で、これが、このたくさん355かけて、で、すごいたくさんかけると、最終的にこの 2.718 みたいな感じのあるはずなんですね。これ何がいいかというと、ね、微分積分にすごい使いやすいみたいなんですよ。で、ここのサイトもですね、超わかりやすい、まあ、わかりやすいって言うと、まあ、私の方でもですね、やっぱりちょっとまとまってないところがありますので、これちょっとね、使いこなせるようになって、Python で、書けるようになったらまた、アウトプットしていきたいと思うんですが、ここちょっと今回この紹介した、サイトはですね、すごい、なんか細かく書いてあって、自分でも、再度復習できそうだなと思ったので、それでこれをですね、動画の概要欄に入れて、今日は終わりたいと思います。Yeah.